どこだ、どこにいる。こっちにもいねえ。くそ、一体どこに行ったんだ。このコスモ、あっちか。ソレント、ようやく見つけたぜ。ペガサスか。まさか一人で追いかけてくるとはね。だが一足遅かったようだ。ハルト、お前ハルトに何をした。いきなり襲いかかってきたのでね、悪いが始末させてもらったよ。全くうまくいかないものだ。せっかくセイント同士戦い合う環境を作ったのに、君たちと来たら潰し合う気配すら見せない。君たちは他のセイントたちと敵対していると聞いていたのだが、どうも見込み違いだったようだね。おかげでこうして私自らセイントを倒して回る羽目になる。許せねえ。全てはアテナのセイントを潰すために仕組んだことだったんだな。だとしたらどうすると言うんだ、ペガサスよ。決まっている。お前の思い通りにはさせない。さあ勝負だ。聞きたまえ、死の旋律を。ラウンド1ファイト。とどめ。まだまだ。まだまだ。生きれるか。どうだ。とどめ。行くぞ。とどめ。まだやれる。まだまだ。とどめ。切れるか。どうだ。ラウンド2ファイト。生きれるか。これが俺のコスモだ。おのれ、アテナのセイントめ。俺たちは、アテナのセイントは決してお前なんかに負けやしない。だが考えてみるといい。私が君に勝とうが負けようが、運命は何一つ変わりはしない。結局のところ、ポセイドン様に倒されるだけのことだ。それでも私に勝ったことは称賛に値する。さあこれを持っていけ。なぜ俺に渡す。アクアドロップが全て集まった時に、君の運命は終わる。ポセイドン様に倒されるという結末をもってね。それまで束の間の勝利に酔いしれるがいい。ここはハルト、大丈夫か。
そおいおい無理すんなって。そうは言ってもな。で、あの男、ソレントはどうしたんだ？あ、なんとか倒した。そうか。お前、あいつのこと何か知ってるのか？あ、やつがポセイドンの配下だということは調べがついていた。おそらく俺たちセイントの同士討ちを狙っていたのだろう。らしいな。あいつ自身もそう言ってたぜ。まあ、アクアドロップ抜きでポセイドンを倒す方法はないのかな。あいつらの思い通りっていうのも面白くないぜ。残念ながらそれは無理だな。ポセイドンについても調べたが、やはり結界を破るにはアクアドロップが必要になるようだ。そうか。ま、それならしょうがね。今まで通りアクアドロップを探して回るさ。そうか。では俺も手伝おう。お前、まだ体が十分じゃないだろ。少し休んでおけって。すまんな。確かに今の俺では足手まといになりそうだ。気にすんなよ。ハルトらしくないぜ。こうか。先に進むならもう一つ伝えておこう。ん？ポセイドンはジュリアン・ソロという人間の体をよりしろにしている。罪のない人間だ。ポセイドンを倒したとしてもジュリアン・ソロは救わねばならない。ジュリアン・ソロね。オッケー、分かったぜ。ではポセイドンのことは頼んだぞ。お、任せておけ。久しいな、ペガサス。お前は未経年。お前もこの島に来ていたのか。それはこちらのセリフだ。ここは海王ポセイドンの島。なぜお前がここにいる？ポセイドン復活の噂を聞き封印しに来た。アクアドロップを持っているのか。反逆者のお前がポセイドンの封印だと。俺は反逆者なんかじゃない。なんであんたはサンクチュアリを自分の野望のために利用しているマルスの企みに気づかないんだ。マルス様は良きお方よ。復活するポセイドンから地上を守るために私をお使いになっているのだからな。私はここでお前の言葉に耳を貸すほど暇ではない。それにちょうどいい。反逆者を始末できる上にアクアドロップも手に入るならば一挙両得。どうしたのだ。お前もアクアドロップを集めているのだろう。何をためらう必要がある。欲しいのならば私に向かってきたらどうだ。ポセイドンは俺たちセイントを同士討ちさせようと考えてるんだ。ここでお前と潰し合ったらポセイドンの思うツボだ。ポセイドンがな。いずれにせよトリトンのスケールを手に入れてポセイドンの神殿に入れるのはただ一人。お前はここで私に倒されるのだ。たとえ相手がコールドセイントであろうと俺は前に進むしかないんだ。ここで負けられるかよ。今度は逃がしはせん。ラウンド1ファイト。どうだ。切れるか。おりゃ切れるか。
どうだ、生きれるか、やった、どうだ、おりゃ、おりゃ、生きれるか、おりゃ、生きれるか、やるな、どうだ、おりゃ、生きれるか、おりゃ、負けるかよ、見事だ。ラウンド2、ファイト。生きれるか、どうだ、生きれるか、生きれるか、おりゃ、とどめだ、生きれるか、おりゃ、生きれるか、ここからだ、おりゃ、生きれるか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 、どうだ、止めろ、負けるかよ、生きれるか、どうだ、負けるかよ、生きれるか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 、ゴールドセイントに勝った。まさかこの私に膝をつかせるとは。言っただろう、俺はポセイドンを封印すると。立ちはだかるのがゴールドセイントだろうと、俺は前に進むしかないんだ。これを持っていけ。お前どうして。ポセイドンを封印するというお前の言葉、信じよう。しかしお前が反逆者であることに変わりはない。私の気が変わらぬうちに早く行け。サンキュー。礼はいらぬ。だが必ずポセイドンは倒せ。よいな。ああ、任せてくれ。北端の神殿、ここがポセイドンの神殿だな。ソレントの言葉が正しければ、この奥に結界があるはずだ。このコスモ、まさかやってきたのが君だとはな。久しぶりだな、ペガサス。やはりお前か。ここまで来たということは、君もアクアドロップを持っているのか。ああ。ならばそれを渡せ。ポセイドンは僕にとっても倒すべき存在。渡しさえすれば君の代わりに倒してくることを約束しよう。悪いが、それはできねえ。このアクアドロップはな、劉邦や相馬、シャイナさん、それにミケーネまで、いろんな奴から託されたもんなんだ。みんなポセイドンを倒すためにこの島まで来たんだぜ。だけど俺を信じて託してくれた。だからお前にくれてやるわけにはいかない。ポセイドンは俺が倒す。信じるとか託すとか、そのような言葉だけでは地上は救えない。ポセイドンを倒し地上を救うには、僕のように誰にも負けない絶対的な力を持つ者が必要なのだ。そうじゃない。互いに競い合い、誰かを守るためにコスモを燃やし、仲間を信じ合うのがセイントだ。甘いな。そんなことを言うようでは
ポセイドンを倒すことなどできはしない。違う、ポセイドンは俺たちセイントを同士討ちさせるためにこの島に集めたんだ。俺も何度となくセイントと戦った。仲間たちとだけじゃねえ、ミケーネみたいな奴ともだ。だが俺たちは皆ポセイドンから地上を守るという同じ使命を持ってるんだ。それを互いに信じてるからこのアクアドロップを俺に渡してくれたんだ。その思いがわからないお前にポセイドンは倒せない。やはり君と僕とは相入れない存在のようだ。おいペガサス、もはや言葉は不要。我が拳を持ってお前の甘い考えを否定してやる。俺はお前をセイントとは認めない。何度やっても同じだ、君は僕に勝てない。ラウンド1ファイト。どうだ、おりゃ、はっ、生きれるか、邪魔だ、まだやれか、どうだ、どうだ、生きれるか、借りはか、生きれるか、おりゃ、はっ、生きれるか、はっ、やっ、はっ、はっ、どうだ、はっ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 、どうだ、はっ、はっ、生きれるか、はっ、はっ、やっ、やっ、やっ、生きれるか、やっ、はっ、どうだ、はっ、はっ、はっ、生きれるか、うわ、この僕、はっ、はっ、生きれるか、うわ、はっ、生きれるか、だ、だ、は、は、おりゃ、ふん、ラウンド2ファイト。はっ、生きれるか、うわ、借りは返す。はっ、生きれるか、はっ、はっ、生きれるか、はっ、はっ、はっ、生きれるか、はっ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 、生きれるか、借りは返す。生きれるか、はっ、生きれるか、この僕、はっ、はっ、生きれるか、借りは返す。ラウンド3ファイト。はっ、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 負けるかよ、はっ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 、どうだ、この僕、生きれるか、はっ、はっ、はっ、この僕、はっ、はっ、はっ、たまれ、まだやれる、はっ、はっ、この僕が、はっ、はっ、はっ、生きれるか、借りは返す、はっ、はっ、ふん、いかずちよ、まだやれる、ふん、生きれるか、これが俺のコスモだ。バカな、前に戦った時とは明らかにコスモの大きさが違う。地上の平和を守るためならいくらでも強くなる。それがセイントだ。地上の平和を守るか。それではこの乱れ切った世界は救えない。理想の世界を作るには一度壊さなければならないのだ。だが今日のところは負けを認めよう。
これを持っていくがいい。これは、これが最後のアクアドロップ。それがトリトンのスケールなのだろう。さあ行けペガサス。そのスケールがあれば結界の先へと進めるはずだ。お前ともいつか分かり合えると思ってるぜ、エデン。だが今は。なんて広さだ。島の地下にまさかこんな空間があるとは。待ちわびたぞ、アテナのセイントよ。お前たちは神話の時代から幾度となく神と戦ってきた。そしてアテナの力を借り、その戦いに勝利してきた。しかし、今はそのアテナもいない。お前たちがいくら愚かであろうと、アテナの加護もなく私に勝つつもりではあるまい。なぜお前たちは勝ち目のない戦いをするのだ。なぜ無駄に命を落とそうとする。たとえ相手が神だろうと、地上の平和を脅かす者には立ち向かう。それがセイントだからだ。覚悟はできているようだな。だが分かっておろうな、お前が口にした言葉は神への冒涜。今さらなかったことにはできぬぞ。人間ごときが神に逆らうことの愚かさ、思い知らせてくれよう。人間ごときだと？上等じゃねえか。たとえどんなに力の差があろうとも俺は負けない。必ずお前を倒してみせる。はあ、ペガサス流星剣。何？まさかこの私に傷をつけるとは。やはりアテナのセイント、神殺しのペガサスよ。おいペガサス、このポセイドン自ら相手をしてやろう。望むところだポセイドン。俺たち人間の力見せてやれ。たとえどんな相手でも勝ってみせる。神に勝てるとでも思ったか。ラウンド1、ファイト。とどめだ。いけるか。やるな。行くぞ。じゃあ行くぞ。はあ、流星剣。じゃあまだやれる。どうだ、行けるか。じゃあ、負けるかよ。まだやれる。行けるか。ラウンド2、ファイト。どうだ、いけるか。いけるか。まだやれる。いけるか。どうだ、おりゃ。やるな。いけるか。
裁きを受けるがいい。テンペストの まだやれねえ。生きれるか。どうだ。とどめだ。生きれるか。やるな。おりゃ。生きれるか。これが俺のコスモだ。まさかこの私が遅れを取るとは。なんて強さだ。これで完全に封印が解けたらどれだけの力があるんだ。案ずるには及ばぬ。何？その心配はいらぬと言ったのだ、ペガサスよ。私は再び眠りにつく。真の力を取り戻していないとはいえ、この私を倒したことは見事であった。だが覚えておくがいい。お前たち人間と違い、我々神々の時間は無限だ。いくらお前たちがあがいても、いつかは必ず敗北する時が来る。いや、そんなことはない。何度お前が蘇ろうと、その時代のセイントが必ずお前を止める。では、次に目覚める時のことを楽しみにしておこう。さらばだ、ペガサス。アテナのセイントよ。ポセイドン、これは…コスモは消えた。ポセイドンはもう眠りについたということなのか。サオリさん、俺やったよ。沙織さんがいない間、なんとか地上を守ることができた。